吉野さん、昆虫、人人間、操り人形説っていうのがありますそれはどういうことかっていうと人間は自分の意志で一生送ってるような気がしてるんですけども実はね昆虫によって脳波をコントロールされて環境破壊したり趣味に走ったり、まあ、労働したり、まあ、人を強いてあげたりとかねそういうことをね昆虫がコントロールしてで人間社会をアバターとして 昆虫がこうやって見て見楽ししんんででるらしいんですよなんかねそう思うと私たちは普段昆虫をねまあ虫キラみたいに思ってますけども逆に私たちが虫キラに言わせれば人間キラなんですよねまさに消せらけだというかで時に人間は蚊とかね昆虫殺すじゃないですかあれも昆虫の意思によっておいあの蚊なんか ふざけんなよ人間を操って殺したろみたいな感じでやってるみたいなんですよ。ね。そういうふうなことを考える人がいるんですよね。昆虫は超能力者で手を下さずに脳波をコントロールして人間を操って核ミサイル作ったりとかロシア人をこうね操ってウクライナに攻めたりとかしているらしいですよ。だから人間の活動が、まあ、いろんなことを無駄にしてるように思えるのも 昆虫がお「こいつの人生を無駄にしたろう」っつってノウハウコントロールして無駄にさしてるんですよねそれで昆虫は楽しんでると昆虫超能力者説人間は昆虫の操り人形だったどうでしょうかこれは宇宙人万歳